皆さん、川崎の昔話、15話の前のコラムがあって、それは村一番の力持ちという石の話です。昔、村の若者は、 神社の境内に集まって力比べを楽しんだもんじゃ。若者の前には二つのでっかい石がでんと置いてあった。一つは刺し石といって25巻約100キロある。 もう一つは、細長いが、折った石といって、90巻、約360キログラムはたっぷりある。差し石は頭の上まで、高々と差し上げるのじゃ。折った石は、 寝っ転んでいる石をまっすぐに追っ立てるのじゃ。これができたら一人前だと言われ、隣村まで力比べで出かけたもんじゃ。この石がな、今もあちこちの神社の境内の隅っこに、 転がっている力石じゃおしまい